戦争と平和は、ロシアの文豪レフ、トルストイの代表作の一つである、大河歴史小説、戦争と平和を映画化した作品。1965年から1967年に、かけて公開されたソビエト連邦の歴史映画の四部作で、あり、戦闘シーンに12万人を超すエキストラが、動員されて、セリフのある役が559人の出演者、当時のソ連が国を挙げて、 国家事業として制作撮影して全4部で上映時間が6時間半を超す超大作の映画である。監督、脚本、主演はセルゲイ・ボンダルチューク。第4回モスクワ国際映画祭、最優秀作品賞をはじめ、第41回米国アカデミー賞、外国語映画賞など様々な映画賞を受賞している。 この作品は4部構成で制作されたが、日本では第1部と第2部は、第1部、第3部と第4部は、完結編として2つに分け、第1部は1966年7月23日に、完結編は、翌1967年11月23日に、ロードショー公開された。原作に対して、ピエール、アンドレナターン社の3人に絞った構成になっており、 他の登場人物のエピソードはかなり削られている。1805年のペテルブルクの社交会。ナポレオンのフランス軍は、帝政ロシアの国境に迫っていた。ナポレオンウィーキのピエール・ベズーホフは、ベズーホフ伯爵の死生時で、将来の進路を決められないまま、仲間の貴族たちと宝刀生活にふけていた。しかし、父伯爵が亡くなり、莫大な財産を受け継ぐことになる。 勧められるままエレンと結婚するが、妻の宝刀ぶりに悩まされたピエールは、妻の愛人とされる道路ホフと、些細なことをきっかけに決闘し、相手に重傷を負わせてしまう。結果、もともと財産目当てだった妻、エレンとの夫婦関係は破綻する。一方、ボルコンスキー公爵家の着手で、ピエールの友人であるアンドレイ・ボルコンスキーは、ナポレオンのフランス軍とのアウステルリッツの戦いに、 おき、クトゥーゾフ将軍の副官として、激戦の中中隊を率いて戦ったが士気が上がらず、軍旗を掲げて敵中に踊り込んだが負傷して倒れる。その姿を見た敵将ナポレオンは、美しい主と称える。命を取り留め、フランス軍の捕虜となったアンドレイは、人生の虚しさを知る。九死に衣装を得て、父のもとへ帰ってきたが、この時彼の子を見ごもっていた妻リーザは、 正気を失い、出産直前に生還した夫の顔も見分けられぬまま、死んでゆく。アンドレイは、生きることへの望みを失い、世間から隠れて、暮らそうと考える。前半は、原作の第1巻、後半は、第2巻第1部に相当する内容になっている。1810年、ロストフ伯爵の霊場ナターシャは18歳を迎え、社交界にデビューして、 初めて舞踏会に出席し、アンドレイとワルツを踊り、二人はお互いに一目ぼれした。やがてアンドレイは、ロストフケを訪れて、ナターシャに結婚を申し込む。しかし、顔面な父公爵によってナターシャが、まだ若いために一年間の猶予がつけられ、アンドレイはその間に、外国旅行に出発する。しかし、この一年は彼女にはあまりにも長すぎた。 不安と焦燥に駆られるようになった。そんな時に家族とモスクワの劇場で感劇中、エレンの弟のアナトリーと出会い、その熱烈な求愛に負け、外国への駆け落ちを決心する。そのくわだけは、名のソーニャがピエールに伝えて、ピエールがアナトリーをペテルブルクから追放し、そして彼に妻がいることをナターシャに伝えたことで全てが終わった。 ナターシャは絶望のあまり自殺を図るが幸いミスに終わりアンドレイに婚約を取り消す手紙を送る。やがて外国から戻ってきたアンドレイは手紙を彼女に返すようにピエールに頼み込む。ピエールは重い気持ちでロストフケに向かう。ここで昇進のナターシャを優しくいたわり、また涙で叱りながら、生来の不器用さから心の高ぶりを抑えきれず愛を告白する。 ロストフケを出て、外に待つ馬車に乗った時、暗い夜空に白く長い尾を引きながら巨大な彗星が現れた。1812年のハレー彗星は、世界の終わりを予言したとされるが、ピエールの涙に濡れた目には、新しい人生に向かって開花しようとする、素晴らしい白い光に映っていた。原作の第2巻、第2部から第5部までに相当する内容になっている。ただし、 ピエールがナターシャに思いを告白するのは、ナターシャが自ら引き起こしたスキャンダルによる辛労で、病に伏せた後で、原作では、第3巻第1部である。1812年、ナポレオンがロシアに侵攻する。フランス軍に、敗戦続きのロシア軍は、再独トゥーゾフ将軍を司令官に迎える。モスクワを目指すナポレオンを迎え撃つため、ボロジノで運命をかけた戦いが始まった。 ナターシャとの愛に敗れたアンドレイは、祖国愛に燃えて、事故のすべてをかけて出生し、ピエールも軍隊に派生参じるのではなく、これまでの無益な人生を生産するために一人で、戦場に赴く。ここに両軍合わせて二十万人を超す兵力が、激突した、ボロジノの戦いが始まる。アンドレイは重傷を負う。ピエールも従軍し、戦争の凄まじさ、恐ろしさ、非常さを知る。 両軍とも半数近い兵力を失うほど激戦であった。夜が訪れた時、何万という死体の山、負傷者の埋めき荘園と地の匂いが立ち込める。救護所でアンドレイは兵士が片足を切断されているところを見た。そしてその兵士がアナトリーであることに気がついた。苦悶する彼の顔を見てもはや憎しみの感情は湧かなかった。本編は大半が、 ボロジノ海戦の壮大な戦闘シーンで締められて、原作の第3巻、第2部に相当する内容である。フランス軍がモスクワに迫り、クトゥーゾフ将軍は、モスクワを死守するか、退却するかの決断を迫られた。小さな少女が見つめる中で、将軍たちの作戦会議で一部の反対を押し切って、クトゥーゾフは、モスクワを放棄することを決意する。モスクワの市民たちは先を争って、 避難を開始した。ロストフ家も多くの市民と共に、モスクワ市街を撤退するが、ピエールは農民に身をやつして、町に残る。ナポレオンを殺すつもりであった。フランス軍が、モスクワ入場の後に、市内は、略奪を、欲しいままのボートの町と化した。やがて義憤に駆られ抵抗したピエールは、放火容疑で、フランス軍に捕まり、死刑の宣告を受けるが、 フランス軍士官ランバール隊のおかげで危うく処刑は逃れる。一方既得状態で避難してきたアンドレイは避難したところでナターシャと再会し、ナターシャが許しを請うとアンドレイは僕は前よりももっと強く深く愛していますと語り、二人はお互いの愛を確かめ合う。しかし数日後アンドレイは全てを許して生きたえる。クトゥーゾフはナポレオンの幸福勧告を無視し続け、 モスクワでフランス兵の放火から死骸が大火に見舞われて士気が乱れるままになってナポレオンの焦燥と危機感は増すばかりであった。そしてついにナポレオンは何の成果を得ることなくモスクワからの退却を決断する。ナポレオン撤退の知らせを受けたクトゥーゾフ将軍はひらりして神に感謝した。ここからロシア軍が反撃を始める。 フランス軍の捕虜になっていたピエールは、同じ捕虜となった、農民兵のプラトンカラターエーフと知り合う。何事も運命に逆らわず、利口ぶらず、単純素朴に生きる彼の考え方に視線を乗り越えて、来たピエールは、深い感銘を受け、フランスに連行される途中に力尽きてカラターエーフは、射殺されるが、人間の生命力の尊さを知り、迷いが吹っ切れていく。 ナポレオンの軍隊はやがて冬将軍の訪れとともに、寒さと上と必要なロシア軍の追撃に、だれを打って敗走する。ピエールはやがて解放されるが、ナターン社の弟ペーチャは、フランス軍追撃の戦いで戦死する。ついにナポレオンは自軍を見捨てていった。捕虜となったフランス兵の中にランバール隊員がいた。彼は、ロシアの兵隊たちから、みんな同じ人間だと、 主食を振る舞われる。ロシアが勝利の喜びに湧いていた時にピエールはモスクワに戻ってきた。彼は人間は幸福のために生まれてきた存在であることを実感として悟った。やがてピエールはアンドレイの妹マリアを訪ねアンドレイの話を始めると隣の模服姿の女性が笑顔を見せていることに気づいた。それはナターシャであった。そして二人は 初めて会った時から変わらぬ愛を確認するのであった。原作の第3巻第3部から第4巻までに相当する内容になっている。ただし原作にあるエピローグはなく、ピエールとナターシャが再会することで結ばれることを示唆して映画は幕を閉じる。構想を練ったのは1955年で、実際に制作に入ったのは1960年から、 撮影は1962年からで1962年9月7日のボロジノ海戦150周年祭の当日に約12万5000人の軍隊を動員してボロジノの現地のロケから始まった。また、制作費は3260万ルーブルであった。ちなみに1960年代当時の映画ではベンハーが1500万ドル、史上最大の作戦が1200万ドル、 クレオパトラが4000万ドルの制作費であった。しかしこの映画には当時のソ連が国家事業として制作に全面的に関わっており公表された制作費以外にも経費がかかったがソ連政府の全面的な協力により資金には苦労しなかった。その後の物価の上昇度合いから換算すると2005年時点の7億ドルに相当し 史上最も制作費のかかった映画とされる。国家事業として制作されたので、戦闘シーンには馬を約1500頭、合計12万4533人に及んだエキストラやスタントはソ連軍の兵士を動員することができた。特に1812年のボロジノの戦いを再現したシーンは、制作費の3分の1にあたる約1200万ルーブルを投入して、 実際に戦闘が行われた場所を用いて撮影されており、撮影に2年、撮影後の編集作業等に1年を要している。なお、戦闘シーンの撮影では、映画史上初めて遠隔操作カメラが用いられ、300メートルの長さのワイヤーに沿って動くカメラで上空から撮影された。使ったフィルムは513万フィートで映写すれば、約760時間。 一行でもセリフがある役で559人、重要な役を演じる俳優だけで36人が起用され、登場人員は戦闘シーンのエキストラを含めて、延べ59万5798人で、映画史上空前絶後のスケールと言われた。本国ソ連では1966年から1968年の間に1億3500万人を超える人々が、この映画を見たとされ、 また、世界117カ国の劇場で公開された。ピエールの妻エレンを演じたイリーナス・スコブツェワは、ピエール役で、監督のセルゲイ・ボンダルチュークの妻である。戦争と平和といえばナターシャ。かつて、米国で制作された映画では、オードリー・ヘップバーンが演じたが、この映画ではそれまで全くの素人が抜擢された。帰省の女優では、トルストイのイメージに、 ぴったり合う人がいなかったので、ソ連文化賞が芸術のあらゆる分野の少女を調べてその候補者を数百人選び出した。その中から、レニングラードのバレエ学校を卒業したばかりでやがては、レニングラードバレエのプリマドンナに職望されていた、リュドミラー・サベリエワが候補者リストから浮かび上がり、スクリーンテストを受けて、誰もが彼女こそナターン社だと思わず叫んだという。 結局撮影は丸4年以上かかり、彼女も17歳から21歳までの間撮影に入っていた。なお彼女はその後、イタリア映画でビットリオデシーカ監督、ソフィアロオーレン、マルチェロ・マストロヤンニ主演のひまわりでマストロヤンニのソ連での妻役で出演している。ロッテントマトズによれば18件の評論のすべてが高く評価しており、 平均して10点満点18.97点を得ている。ありがとうございます。